あ、こんにちは。こんにちは。チョロマスさん、見てるこれ。見たことあるか。これ、ちょっと比べるのはわからないかな、これ。いや、でも。これなんか知ってる巨峰。いや、違います。富士見のり。よく知ってるじゃん。はい。勉強してきました。富士見のりですよ、これ。でかいですね。粒がでかい。すごいです、これ。チョロちゃん。チョロちゃん。すっごい、これ。メモリでかい。ほら、食べたらいいじゃん。なんでそんな、なんか、警戒して食べるの？食べたらいいの？これ、美味しいでしょ、富士見のり。あれ、巨峰もね、たくさんいただいて。はい。これ、すごいね。チョロマツくんへ夏休み頑張ってる姿を見て、はい、チョロマツくんに食べてほしいんで送りました。これ4房入ってました。これ1、2、3、4、4房。へえ、すごいこれ、はい、これシャインマスカットのこれなんかすごいなと思う。これすごいね、これ。いや、粒が大きいですね。おい、大きい。チョロちゃんが口に入らないで皮を慎重に入れてます。いや、でも本当ありがとうございます。4歳いただいたんで、みんなにしっかり分けれるよ。はい。ね、これ多分1人2000円以上でしょ。3000円。いや、それから1万円ぐらいかな、4歳でね。はい。箱立派だったもんね。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。たくさんいただいて、富士見のり。これ、今からシャインマスカットですよね。そうですね。シャインマスカットがこれから、まあもう出てますけど、今年はすごい糖度が高いらしいですよ。へぇー。糖尿病の方は気をつけてくださいね。あ、そうですね。ウォーキングをしたら治ります。皆さん歩いてください。はい、皆さん歩いてください。しょうちゃんも歩いてます。歩いてますね。それはお猿さんから教えてもらったんですね。ああ、そうそうですね。ね、いつもね、毎日歩いてて、はい、お猿さんの基本ね、俺たちの基本だからね、はい、なのに人間はもうちょっと怠ってたもんね。そうですね。で、ウォーキングしたらなんか中性脂肪が正常値に戻っちゃいました。中性脂肪